はいどうも皆さん、こんにちは、つんつんです。えー、今日なんですけれども、えー、今回イベントでですね、新しいスキル実装されました。まあ、イベントね、全面クリアすると、この暗黒の淵よりですね、えー、目覚めし牙って読んだらいいのかなこちらがえ使えるようになります。えー、シャークさんのスキルなんですけれども、これね、えー、とどういうスキルかっていうと、 えっと、デュエル開始時に自分のエクストラデッキに、えー、シャークドレイクとシャークドレイクバイス、こっちはまだ実装されてないカードですね、を、えー、1枚ずつ追加するっていうスキルです。で、さ、え、ら、ー、にですね、えっ、ー、と、ライフを1000にすることによって、 自分フィールドのランク4の海流族エクシーズモンスターからエクシーズ素材2つ取り除いて、えっ、ー、と、シャークドレイクをですね、重ねてエクシーズ召喚することができます。で、このシャークドレイクを出すと、このですね、えー、シャークドレイクバイスっていうのを上に重ねてエクシーズできるんですよね。えー、言い換えれば、ライフを1000にすることによって、えー、バニール、例えば支援に質のものだったりだとか、 あとは、スパイダーシャークだったりだとか、その辺を、このシャークドレイクバイスにすることができるというわけでございます。で、このスキルは、レベル4以下の水属性モンスター10万以上が存在しているデッキ、えー、および、それ以外のモンスターが存在しないデッキにしか、えー、使えないっていう、あれなんですけれども、えっと、これがですね、要は、ホープレイにめちゃくちゃ繋げやすいんですよね。なんで、えー、すごく、まあ、いい感じでございました。なので、今回このデッキで遊んでいきたいと思います。 で、えっと、サメちゃんなんですけれども、えっとですね、ちょっと前に出したんですが、今回ディーバ入ってないタイプです。で、ディーバ入ってないタイプだと、こんな感じにして、なんだろ11交換の札をすごい多くしてます。11交換とか、うんと、まあ、自分ヒルドのモンスター1体リリースして、えー、1枚破壊とか。まあ、要は、除去るカードですね。を多く入れてます。それを、後ろを除去るカードサイクロン3枚。えー、前を除去るカードを奈落ク3枚。で、えー、前を除去るカードエクシーズブロック3枚。 で、えー、さらに前も後ろも除去れるフィッシャーチャージ3枚、合計12枚体制にしております。で、えー、これでですね、まああの、いちいち交換を繰り返していって、最終的にアドサで勝っていくみたいな、えー、そんな感じのデッキとなっております。で、えー、まあ今回はまあスキルの説明とかもね、えー、スキル、つく説明スキルこんな感じで使うと強かったよっていうのとかも説明していくんですけれども、まあ、やってて思ったのが、これね、スキルこれじゃなくてもいいかなっていうふうには思いました。そんな感じです。 じゃあ、えー、実際ですね、今からやっていきます。えー、リプレイ開始でね、やっていきます。えー、まずですね、えっ、ー、と、どういう風にですね、えー、メイン使っていくかっていうところの動きを話していきたいと思います。相手ですね、表遊戯で、えー、かつデッキマターが20枚でした。えー、表遊戯なんで、ガンドラ、もしくはガイアかなーっていう読みで、えー、考えておりました。なんで、えー、ちょ、ちょっとね、ハンドこれ、あの、に乗ってるんだけど、 まあ、どっちだったとしても、新因に,にうものはまあ、別にかなーと思って、それだったらカッターシャークから入って、えサイレントアングラー出して、スパシャー出しといった方が2600打点だしいいかなーみたいな感じで考えておりました。なんでスーパーシャープラス、次の署ターンエンドって感じよね。で、エアーマンを召喚。で、エアーマンでソリッドマン取ってこられます。まあ別にって感じ。 で、ネクロバレー払えちゃって、これネクロバレー払えたことによってね、ちょっとこっち側のやりたいこととかが、えー、できなくはなってくるんですけれども、こういう風にライフを1000にすることによって、シャークドレイクをね、重ねてエクシーズ召喚することができます。強い。かっこいいよね。でシャークドレイクって本当だったらレベルオンモンスター3体出す、えー、カードなんですけれども、えー、打点が2800あります。これをですね、えー、普通にポンって出せるわけでございます。 で、からの、えー、カオスナンバーズ32、えー、シャークドレイクバイスを上に重ねてエキシーズ召喚していきます。で、えー、こっからまあいろいろできるんですけど、一応ね、シャークドレイクバイスってどういう効果かっていうとですね、ライフ1000以下の時に墓地からモンスター1体を除外して、えー、エキシーズ素材エクことに除きます。そうすると、フィールドのモンスター1体の交渉を0にできます。これ、相手ターンでも使えるっていう効果なので、まあ相手ターンにね、えー、こっちの打点が上がらないホープレイ作れる、えー、みたいな感じかな。 イメージとしては。で、えっと、まあ、これ、ライフを1000にすることによってですね、ここでホープ、ホープレイできるんですよね。で、ホープ、ホープレイをして、最後にホープレイバーンってぶち込むデッキです。なんで、ま、サイクロンとか、えー、フィッシャーチャージとかで、えー、後ろとかを潰していけたら、すごいいい感じですね。で、これで GG というわけでございます。モンスター縦出してくれたら、こんな感じのことができます。では、えー、次ですね。 他にも、まあ、試合がありまして、実際にじゃあ、この採用札の方はどうなのか、みたいなところとかについて、ちょっと話していきたいなというふうに思います。相手はですね、確かライフ増強アルファ知らぬいだったかな、と思います。で、えー、できます。28枚って多いっすね。で、えっと、こんな感じの反応ですなんか偏るね。<laughs> 働たくくななないからデッキちょっっと厚くしててんだけどなーってなるけどどる、えー、サイクロン発動、後ろ潰します。やっぱ今の環境ね、サイクロンめっちゃ強なんで、3枚入れちゃっていいと思います。で、えー、支援に潜むものが、あの知らぬには強いので、支援作っていきます。で、えー、スタンバイフェーズ、まあ、ドロフェかなに、えー、支援使って、墓地の用途は使わせないようにしていきましょう。 なんかね、これ速攻魔法っぽい感じだったんですよね。で、カッターシャーク使って展開しようとするんですが、え次、ー、の人で裏にされてしまいます。で、後ろがエクシーズブロックかける2っていう感じで、まあんま美味しくはないですね。このような風になると。で、深淵効果使っていきます。で、モンスターセットで入ってきました。なんで、カッターシャークの効果発動で横展開していって、えー、スパイダーシャーク出していきます。で、ここね、あのね、ごめん。あの、デッドリーシーンで全然いいっすよ。<laughs> で、デッドリーシーンでいいんだけど、 え、こうやって展開していって、パーンって殴っていってからの、えー、モンスター効果ーっていうところに対して、エクシーズブロック、エクシーズ素材こそ動いて、モンスター効果を無効にして、破壊します。カウンタートラップです。強いですね。これで GG という感じになります。なんで、カイトロイドとかも潰せるっていうのが強いですし、えー、もちろん、ケプラー召喚とかも潰せます。えー、サーチもさせません。っていう風な、えー、そんな感じですね。で、エクシーズブロックはだからね、強いね。強いねやって、<laughs> 強いなーって思いました。このデッキの。 でエクシーズブロックとフィッシャーチャージを同時に引いたときにどうしよっかなーって思って、まあ、その時とかだったら、なんだろう、あれの方がいいのかなーって。えーとー、なんだっけ。あのー、あいつなんだっけ。あれ、ほら、バハムートシャークだ。 入れた方がいいのかなっていう風に思ってたんですけど、えっ、ー、とね、最終的な結論、バファンウェイトシャーク別にいらねーやってなりました。なんでかっていうと、この後の動きちょっと見ていただきたいんですけど、あ、これだね。これとか、エクシーズブラックとか、フィッシャーチャージ弾いてるじゃないですか。このハンドとか、じゃあどうすんねってなると、これね、あのね、ブリンセスプラスカッターシャーク、もしくは、えっ、ー、と、ブリンセスオアカッターシャーク、プラス、えー、サイレントアングラ、弾いてれば、3面展開めちゃくちゃできるんですよ。 こうやってランタンシャーク1枚入れることによって、ランタンシャークから横展開していって、ランタンシャークは手札のね、カッターシャークとかプリンセスとか出せるんで、プリンセスも出せるよね、確か。あっちね、プリンセスは出せないわ <laughs>。出せないっす。失礼しました。こういう風にですね、展開できます。で、こうすることによって、えっと、エクシーズモンスター立てながら、 後ろにフィッシャーチャーーチジ置いておくってことがで、きますすそうすることによっっててエキシーズブロックでパンこことか、まあ、あれなんだけど、他になんかカードがめんどくさいやつとかがあったら、フィッシャーチャージでスパーンって抜けばですね、ワンドローもできるわけですね。で、えー、よいしょと。まあ、もちろん何もなかったらこれでいいです。で、ナラも置いてあるので、えーと、いちいち効果のナラクでね、えー、基本的には守っていて、どうしようもなくなったらフィッシャーチャージでスパーンって抜けば OK みたいな、えー、そんな感じの盤面でございましたね。 では、え、最後一戦ですね、リプレイ解説やっていくんですけれども、これはですね、ブルーアイズとかみたいな、え、トラップでめんどくさいトラップ伏せている相手とかいるじゃないですか、え、そういうふうな相手に対してですね、後手取ったとき、かつこういうふうにサイクロンを引いてないハンドでですね、まあどういうふうに展開していくのがいいか、みたいなところとかを話していきたいなと思います。え、まず相手はオルタナティブ出してきます。で、1伏せ2伏せなんで、まあまあまあめんどくさそうな感じですよね。ただまあ、 石じゃないのでこれモンスター縦出して展開していって後ろの罠踏んでもよかったかなーっていうのは今ちょっと思ってるんですけどまあでもえっとですねこうやって基本的にはセットから入ってフィッシャーチャージで潰していくとかっていうのもいいですねでプリンセス召喚からカッター出していってえ今回はまだえと後ろにフィッシャーチャージあるので OK って感じですえっと要はなんかやばいことされてもえフィッシャーチャージで逃げれるからアド稼げるんでね なんで、こうやって、後ろにフィッシャーチャージ伏せてれば、強気に攻めていけるみたいなところはあります。で、カッターシャークの効果で、えー、さらに横展開していき、えー、エキシーズ召喚、支援に潜むもの。で、この時はランタンシャーク入れてなくて、3枚、あの、サイレントアングルは確か入れてました。で、えー、ここは支援に潜むもの効果使って、えー、カード、サイクロンをセットしてターンエンドといったところでございます。そうすると、調和の宝刷引かれまして、えー、ホワイトオブ、レジェンドかなを潰されます。 で、まあ、めんどくさいことになる前にちょっと先にサイクロン打ってたんですけど、まあちょっと、これは融合を見てからでも良かったかなぁと思います。そうすると相手は融合撃ってきませんでした。まあなんか警戒してるんですね。で、サイクロンを使います。こうやってフィッシャーチャージがなくなった後とかは、まあもうサイクロンどんだけ引けるかみたいなところとかになってきたりします。で、えプ、ー、リンセス、召喚。プリンセス効果で、カッターシャークかなを出します。 でカッターでここで確か3枚目のです、ね、サイレントアングラー出すんですけどこれはランタンシャークと思ってもらったら大丈夫です、えー、こういう,うにですに、ね、まずはセットから入っていったりとかして、えー、例えば因が切断食らわないように、えー、かつあの手札の石を捨てられないようにっていうところを意識したりだったりだとか、えー、そういう風なことをしていくと、えー、ランクマとかは特に、ね、ブルーアイズまだまだ多いと思うんで、えー、有効だとは思います で、えー、支援に潜むのを殴ってダメージを削っていく。さらに、えー、進化した最強ドラゴンを使われるんですが、これ後ろがね、えー、奈落、エクシーズブロック、エクシーズブロックかなので、まあ、よっぽど大丈夫な状況と。で、融合してくるんですが、まあ、正確にはね、えー、ここはあの、先に、えー、支援の効果を使った方が、えー、いいシチュエーションだったかなと思うんですけれども、エクシーズブロックにもあったんで、ちょっとガメたんですが、多分使った方が良かったかな、と思います。そんな感じです。 こういう風にですね、えー、セットから入っていったりとかして、えー、戦っていくっていうこととかも、まあ、視野に入れてね、えー、使っていくと、わなとかっていうのはうまく使えるようになると思います。では、えー、今回動画は以上になります。いかがだったでしょうかえー、今日はですね、新しく、うん、手に入ったシャークさんのスキルを使ったデッキ、使ってみました。参考になったら、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきまして、ありがとうございました。